自分のやつ、皆さん今日は本当にお疲れ様、ご苦労様でございました。わずか1時間の距離でしたが、やはりさすが大きな声です。皆さんの力で神田祭り大いに盛り上がったと思ってます。また明日も組合に中央通りいろいろ行事がございますが、今日はお疲れでしょうけれども、また明日のために元気を出し合ってからで、今日は本当にご苦労様でした。ありがとうございました。Yeah.